どうも皆さんこんにちは、グラップララバーズです。いや皆さん、ついに7月8日に発表されましたハンマーバキのアニメ、秋にスタートするってことなんですけども、いやー待ちに待ちましたよ。大雷大再編からね、もうどれぐらい1年ぐらい経ってるんですかね、まあ、制作決定と言われてからまあ放送が決まるまでね、今日まで長く待ちました。で今日はですね、ハンマーバキをより楽しむための3つのポイントね、こちらの方をねご紹介させていただきたいと思います。では早速お話していきたいと思います。1つ目のポイント、グラップラーバキをちゃんと知っておこうということです。まあまあ当たり前のようなことだというふうに思われる方もいらっしゃるのかもしれないですけど、アニメバキから見始めた人にとってはその前の作品っていうのを例えば見ようと思っても、漫画以外で実はアニメーションもやってたんですが、今多分配信とかはしてないんじゃないですかね。なのでまあまあ漫画で見るしかないんですよ。で特に私が見てほしいのはグラップラーバキ幼年期編の部分になります。なぜかと言いますと、これはバキのストーリーね、なぜバキが親父と戦いたいのか、親父を超えたいのか、そういったこと、その意味、その目的、その理由というものが全て幼年期編に書かれているわけです。なので幼年期編を知ること、そしてバキの生い立ちを知ること、これは実はこの先ハンマーバキっていうのを改めて見るときにですね、実はすごく重要になってくるポイントになりますので、そちらの方皆さん押さえてください。次に2つ目は、グラップラーバキの、ジャックハンマー戦あたりから、現代、バキ編に至るまでの、特にバキにとっての困窮した試合、覚醒が必要だった試合っていうものは見てほしいなと思います。ジャックハンマーより前、バキっていうのはどちらかというと自分の持っている能力や力だけで比較的相手と戦っていたような印象があるんですけど、特に、まあ、烈海王からあたりから少しずつ裕次郎の血、鬼の血っていうものが意識され始めるわけ。そのあたりを踏まえて読んでいくと、特にハンマーバキの話になりますと、バキは親父に挑戦するためより高い強さを求めていくわけです。なのでそこのあたりでよくよく、あ、バキがこういうタイミングで成長していったんだな、こういうところで、まあ、窮地に追いやったがゆえに覚醒していったんだなっていう部分を、見ていくと面白いと思います。そして最後に3つ目のポイント、バキと梢のお話というのを改めて読み返して見といてほしいと思います。まあほとんどが、バキ、シリーズ第2作バキの方の話になると思うんですが、あの梢とバキの関係、そして強さというものを突き詰めていく中で必要となっていったもの、そしてまああのグラップラーバキのその幼年期見れば分かるんですけど、愛を欲していたバキが手に入れた最愛の人とは、それを少し分かっている状態でこのハンマーバキっていうのをですね、この後アニメでどう表現されるかは分かりませんが、見ていくとですね、よりこう強さを求めたバキ、そして親父に対しての気持ちとか、そんないろんなものが見えてきます。以上がですね、私がおすすめする3つのポイントでございます。まあもちろん他にね、こういう部分っていうのも皆さんそれぞれ意見はあると思いますが、あくまで私も一個人楽しみとして思っておられます。なのでまた、秋口、正式に、公開日が決まりましたらですね、まあぜひ皆さんと一緒に、放送を楽しみたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では今回は以上となります。ありがとうございます。さよー。